チャオあちゃんです。今日はね4月の10日日曜日、あこちゃんとラブラブキッチンをしながら子供のゲーム実況ゲーム、ライブを再生しながら何をやってんだかって感じで、キッチン作っていきたいと思います。はい、あこちゃんよろしく。はい、はい、また遠くからよろしくお願いします。はい、久々に遠くからよろしく。何してるよ。笑われた。はい、行きましょう。はい、ではじゃがいも、じゃがいもをくし切りに、はい、目通りして、皮残しといていい？うん、うん、これ綺麗なじゃがいも、昨日買ったんや、あの帰りに、うん、駅から帰りにな、駅から帰りにさ、もう涙でさ、運転できへんくて危ないなと思って、その分ね、スーパー寄ってトコトコっと歩いてて見つけたじゃがいも、綺麗かったから買っていい。これは家にある涙で濡れたじゃがいも、そう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 。で、これ家にある緑色のじゃがいも、これちょっとやばいか、皮むくわ。緑色しとるからこれ、ソラニンたっぷりでね。ちょっとソラニンはそれ、帰りちょこちょこみ、ちょこちょこだぜ。うん、さっきコメントしてたな、それ。うん、合わせてピョコピョコむピョコピョコいいつり、はい、カエルピョコ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 、合わせてピョコ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 噛んじゃいました、最後に。はーい、カエルよいしょよいしょ、はい、くし切り、うん、薄いめ、うん、これ一丁切りや。トマトを切るときもくし切りするじゃん。それと同じだよ。こう？三角形だと思うんだけど、くし切りって。トマトを切るときに、うん、真ん中を中心に、うん、三角形にカットするやん。うん、こんな感じ？トマトと一緒。あ、それ、そんな感じ。一周押せるから。で、真ん中に、真ん中にもう一個、真ん中っていうか、もう一つ三角形に。こう。やる？あ、こう。あ、違う。そう、丸い方か。そう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 。こう。そう。で、中心に向かって。こう。あ、そう。そうよ。はい。それも。こんな感じ？そう、三角形、そう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 、それをくし切りって言いますよ。はい、こうかな。はい、もう難しいな、見て私が切った方が早いわ。はい、こんな感じ。あ、そこまでスリスしなくてもいいよ。こんな感じ。はい、オッケーオッケーオッケー。はい、でもう一個のそれもお願いします。はい、はい、真ん中、またそこ真ん中で、また中心に向かって切る。こんなでかくの？これはでかい。いいから。え？これは？これもうちょっと薄い。これぐらい？うん。はい。はい。オッケー。はい。よし。はい。こんな感じ。はい。はい。そう。はい。で、その間に、はい、鶏肉さんの方を
はい。で、鶏肉さんを鶏肉さんに、塩、胡椒。塩、胡椒、はい。で、片栗粉をまぶしておいて。片栗粉。置いて。うん。塩コショウをまぶして、塩コショウをして、うん、片栗粉、はい、ではこれはピンク岩塩でいこう。ここに片栗粉を、はい、はい、今日電波ええな。え、今日電波ええな。多分今一応が飛んでないんだと思う。大丈夫かね。トイレ行ってもね、電波が途切れない。やっぱなんかあるな。あー、そっか。やっぱりせんの、なんか何やったんやろな。生きるだよ、人の怨念は怖い怖い。確かにな。足らん。え？ね、粉が足らんかった。計量カップに。計量カップね。ソース。はい。計量カップに。ソース。ソース。はい。2種類。2種類。用意してくれてんだった。2種類入れて、入れて。はい。ソースを、2種類。ここに。うん。トンカツトースター。両方だから2に、ウスターに、とんかつに。はい、もう目分量でいく。おお、おお、サラやった。おお、はい。そこに醤油大さじ1。醤油大さじ1。はい。うわぁ、目分量、全部目分量。はい、じゃあ次。はい。生姜とニンニクのみじん切りをそのソースの中に入れていかなきゃいけないから。はい。じゃあ、生姜と。多いかな。多いかな。生姜。あ、入ってた方が美味しいよ。多い方がいいよな。うん。画面使うよりも使った方がいい。うん。ちょっともうちょっと痛気味に。痛みではないけど。明日ニンニクとかも買ってきゃなあかんな。
結構使ったからね。うん、ニンニクは体にいいしな。やっぱルーキーは全然ポイントたまらん。ダメだね。はい、使うメディア。じゃがいも水気拭いとくの。洗ってね、さーっとお水で洗い流して、はい、でペーパーで、キッチンペーパーで水分を、はい、拭き取って、引き継ぎがね、できるところまでね、ちょっとだけ魅力。まあ初心者でもね、なんかメーカーのないんだったら、なんか別に、はい、プレイしなくても自動で監督として、こっちも片栗粉、監督として片栗粉があって、はい、そっちはもう全くもう野球しなくていい。バターを、はい、バターと味噌、バターと味噌、うん、はい、ちょっと待ってね。バターをまずこう入れるの、うん、バターをこの中入れるの、うん、どれぐらい、まあまあ、うーんと、追加入れるからまず大さじ1ぐらい、はい、あの鶏とじゃがいもが炒められるぐらい、はい、でとりあえずバターを入れて、味噌はまだ、あと味噌はまだ、はい、卵で火にかけて、うん、でじゃがいもから、はい、打たれるみたいな。
じゃない。今上げていく感じ、はい、うん、実際のプロ野球団体を使ったオンラインバトルとか、自分が育てた選手のみとか、まあ、いろいろあるんで、次回作のパープルは自動進はい、はい、あげられます。炒めて、はい、そう、さっきのソースにみりん入れ忘れた。みりん入れて。みりんも、はい、みりんも差し入れの2ぐらい ?1 ぐらい、お数字1でいい。はい、はい、それで OK。 バター足りる？バター空けてる。ちょっとこっちのバターがなくなってきたけど、もし足りなかったら追加して。ていうかね、油入れやんでいい？バターだけでいい？油はいらない、バターだけで十分。はい、バターまあまあ芋が吸い込んだかなって感じやけど、中に火が通ってくれれば。でバターを追加で、あ、落とした、はい、はい、何も考えてない。一応だしだけは、だしだけは分かったけど、そこに、うん、味噌、ここにお味噌、あ、なんとか溶くんじゃなくて、もう味噌だけポンって入れるの。あ、焦げてきた。弱火。めっちゃ重い。またボーってついた。緊張が解けない。ちょっとお酒でも入れるか。味噌溶かすのよ。
はい。これをどっかどけるの？どけて、このお皿に一回置けちゃって。はい。コーヒーと絡めた。絡めた今。ああ、これ何やか。それ。アメリカ系の。ずっと硬いところね。硬い？まあちょっと硬いところがあるけど。でも、あ、辛っ。辛い。あれ、あのさっきの辛いやつのフライパン、あれはどうだから。あ、じゃあちょっとね、それさーっとね、うん、キッチンペーパーで拭き取って。はい。で、もう一回バター落としてで、じゃがいも最後入れ直すの、うん、味噌絡める前にと思ったら間に合うかな。はい、で、ここにバター、バター、バター鶏肉入れます。シルバーバターの、そんなことに見せに来てるのかもしれん。この前もやったとこにしてやったのにね、なんかね、また画面越しになっちゃったね。画面越しの寂しいね。
らに、パンに小麦粉を混ぜます。よく、ちょっと焦げ目がついたぐらいに、さっきの作ったソースをかけ入れて、はい、ドレッシング。入れていきましょう。はい、あとはもう塩を振りに入れて振りに振りに塩がいいよ。え、もうちょっと、ああどうぞ。大根の葉っぱもうちょっとある。その大根の葉っぱをちょっと最後、そのドリンクの袋口に入れて彩りを取るから、うん、そうしたい。ちょっとカットしておいて。はい。この感じもう一個焼いてみるか。うん。じゃあ、ここにさっきのソース。うん。はーい。はーい。で、よく絶え間なく炒めて。はーい。大根の葉っぱね。で、そこにさっきのじゃがいも付け足して。うん。あ、ここに入れるの？そう、入れて。はい。もうちょっと火通した方がいいかな。そう。で、一緒にさーっと炒めて。飛んじゃったやん。よし。ちょうど今ご飯炊き終わった。ええー、タイミングやね。で、そこに大根の葉っぱを。はい。入れて、また炒めてください。そうそうっと。はーい。ちょっと待って。ちょっと味見をしてみて。はい。はい。あ、おいしい。切れます。大丈夫。はい、それで終わり。これに、辛味噌入れたろ。辛味噌じゃ、辛油入れたろ。辛い油を使います。で、これに、これ炒めてんな。
あの、豚。うん。もしかしてあの味噌がもう使っちゃった方が無難かなと思うんだけど、あの、あ、辛味噌。そう。うん。それ使ってそのなんだっけ、今入れてるところに。そのタレに。うん。両面両方の面を焼いたら、うん、その肉味噌をかけてた。あまりもう日持ちしないから。うん。さあ今日もいっぱいだわ。いっぱいだね。うん。結構辛いんじゃないのそれ。多分辛い。そこ白ごま振って。白ごま。うん。香り付け。はい、はい、でさーっとあのひっくり返してもいい。はい、OK、はい、上手に焼けました。はい、2匹目出来上がり。はい、はい、はい、今日のメニューはこれで終わり。うん、うん、はい、ってことで今日の、あっちゃんあこちゃんラブラブキッチン、あの久々のオンラインということでね、離れ離れの遠隔作業で完了しました。ということでね、はい、ということで今日のあっちゃんあこちゃんラブラブキッチンこの辺で終わりにしたいと思います。今日はね、あっちゃん日曜日やったんでね、ずっとパジャマです。パジャマというか部屋着です。いや、これはパジャマです。部屋着です。どっちでもいいです。はい、もう今日お風呂入ってこれ着替えて洗うんで、にーん、換気にーん。ちょっと今日は夏温度で暑かった、この日は。はい、ということでね、まあ子供が今ね、あのゲームライブをしてるんで、多分ご飯食べる頃には終わると思うんでね、さっき作る。もうちょっとで完成です。ということで、今日はあこちゃんありがとうねー。はい、またねー。見てねー。っていうか、はい、まだ早くこっち来てな。寂しいし、一緒に早く暮らそうな。はーい。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ではまたねー。バイバイー。